なんでマミコはいないの大谷翔平の妻、マミコさんの圧倒的人気に大手スペイン氏も注目。彼女は目立つことを好まない。現地時間10月20日、4年ぶりにナリーグ優勝決定シリーズを制してワールドシリーズ出場を決めたロサンゼルスドジャース。その中心人物である大谷翔平と妻のマミコさんにスペインの大手紙、 マルカも興味を示している。画像、大谷翔平の妻、田中真美子が輝いた、現役バスケ選手時代を厳選フォトで一挙紹介。貴重なショートカット時代も、まず、同志は大谷について、ロサンゼルスドジャースで翔平大谷は、卓越したスキルを披露してファンを魅了し続けていると報道。 MLB 史上初めて1シーズンで50本塁打 &50 盗塁を達成した大谷は、ドジャースにとって依然として重要な人物である、と惜しみなく才能を称えた。続けて、同志は、大谷のフィールドでのパフォーマンスが話題を呼んでいる一方で、フィールド外での妻のマミコ田中にも同じくらいの関心が寄せられているとマミコさんの人気ぶりについて言及し、 日本の元プロバスケットボール選手であるマミコは、富士通レッドウェーブのパワーフォワードとして名を馳せたと現役時代のキャリアも紹介した。しかし、同志は昌平大谷の妻であるマミコ田中はポストシーズン中もなぜ公の場に姿を現さないのかという疑問の声が上がっていると伝え、 2024年2月に大谷との結婚を発表した27歳の彼女は、ほとんど世間の目から遠ざかっており、目立つことを好まないと見解を示した。2024年のワールドシリーズはドジャースとニューヨークヤンキースの名門対決が実現。現地10月25日よりドジャースの本拠地ドジャースタジアムで開幕するが、 世界から注目を浴びるマミコさんは公の場に姿を見せるだろうか。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。